3分クッキング。子供なのに愛し方がわからない。まず子供を抱きしめてあげてください。それはあなたにもできる言葉を超えた愛情表現です。公共広告機構です。皆様こんにちは。鮎の季節になりました。今日は香りのいい鮎の上品な旨味を生かすようにワイン蒸しにいたします。タデをたっぷり入れたマヨネーズソースでお召し上がりください。では鮎の下処理からご覧くださいね。はい、まずね、新鮮な鮎が手に入りましたら今日はワインで蒸してみましょう、はい、それもなかなかね、いいもんですよ。こうやって鱗とぬめりを取りますね、はい、はい、軽くね。そしてこの肛門のところ少し押さえますと何か出てくることがありますが、はい、それも取ります。そしてエラを外して蒸さないと、あのとても臭くなりますので、この両側エラ蓋を開けて片っぽへ押し出しますとこのように取れます。意外と簡単に取れるものなんですね。そうなんですね、はい、さあこれを洗います。はい、これはぬめりも取っておくというわけですね、はい、さっと洗いますね、はい、はいはい、余分な水気は取りました。取りました。そして今日は火の通りを良くするために、はい、背中に軽く1本飾り切りを入れます。これお腹の綿を傷つけないようにしてください、はい、切れましたかね、はい、はい。そして塩コショウいたします、ね、はい、下味をします、はい、これはちょっときつめになさった方が食べやすいかと思います。はい、両面ですね、こうやってしておきます、はい、これを蒸していくわけですよね。でこの鮎の香りを良くするお野菜があります、はい、香味野菜といいまして今日は3種類使います。玉ねぎと人参とセロリで、それぞれ薄切りにしてください、はい、で人参の方はあの後で付け合わせとしてもみんなこれいただきますので、食べやすいようにこういうふうに、はい、あのピーラーでそぎ切りにしてください、はい、ね、はい、いきます。ですから今日はこれが全部香り野菜、うん、鮎に香りをつけると同時に付け合わせにもなるわけですね、はい、たっぷり用意しました。ではこれを炒めてまいります、はい、まずオリーブ油ですね、はい、大さじ1杯分です。ニンニクです、はい、みじん切りが1かけ分です、はい、軽く香りを移しましたら、はい、このお野菜を炒めるわけですね、はいはい、玉ねぎ、セロリ、そしてニンジンです、はい、本当にたっぷり入りますね。そうですね。でこれは今日は香りを移すためにね、はい、あのお野菜使ってますので、炒めすぎないでむしろ香りが立つようにさっと油を一からめしていただいて、はい、ちょっとしんなりしましたらもう結構です。こういう感じにしてこの上に鮎を乗せますね、はい、鮎は表になる方を最初から上に向けて蒸されるとあと盛り付けやすいですよ、はい、はい、野菜を下にしてその上に乗せていくような形なんですね、はい、白ワインです。たっぷり1カップ使います。はい、はい、それからスープですね、はい、スープの素少々溶かしておいたものが1/2カップです、はい、そうです。そして、セロリ、先ほど青々とした葉っぱありましたでしょ、はい、この葉っぱを鮎の上にこうかぶせるように、ですから上下から香りを移してやるわけですね。はい、これで煮立ってきましたらちょっとね火を弱くして15分ほど蒸してください。蒸し煮にしてください。そうすると鮎に火が通ります。では鮎にかけるおソースの用意ですね、はい、すいません。まず今日ねこの
タデを見てください。柳タデという種類なんですけれども、はい、よく鮎を売っているコーナーにね、あると思うんですよ、はい、ですから鮎には欠かせないのがこの鮎タデというこれですね、はい、でこれは葉っぱを摘んで刻んでおきますね、はい、はい、でマヨネーズの方には、はい、この刻んだ鮎をタデをたっぷり入れましょう、はい、今日は4茎から5茎分です、はい、好き好きって言うでしょ、はい、ですからあのピリッと辛いんです。あ、その辛みが特色です。レモン汁です。はい、レモン汁が大さじ1杯分です、はい、レモン汁を入れますとね、とても爽やかな感じになりますね、はい、そして塩コショウが少々です、はい、でよく混ぜたらこれで出来上がりです、はいはい、でもしタデが手に入らない場合は、はい、パセリのみじん切りなんかがいいと思いますね。それでいいですね、はい、ではアユに火が通ったでしょうか。はい、15分も経ちますとこういうふうにね、はい、蒸し上がりますから、とてもいい香りがしますね。いい香りでしょ。お野菜の香りもいいですね、はい、でこのセロリの葉っぱは取り除きます。はい、はい、さあそして火を止めてこれを盛り付けていきましょうね。はい、はい、ではですね、はい、とっても身が柔らかくなってるんですよね。はい、そうです。はい、はい、下に引いたお野菜が付け合わせになりますので、はい、ここでは鮎を一度お皿に盛り付けてからちょっと煮詰めましょうね。はい、はい、この香りの野菜がそのまま付け合わせになるというのも嬉しいですよね。はい、そうですね。お塩少し振ります。はい、それから胡椒ですね、はいはい、このお野菜にはね、はい、鮎の腹わたのちょっとした苦味みたいのが映っていてね、はい、うん、ちょっと大人な味でしょうか。ですから鮎と一緒にこう絡めて召し上がっていただくと、はい、とっても美味しいですよ。そうなんですね、はい、鮎の美味しさがね全部入ってます、はい、ここにね。で結局フライパン一つでできるお料理なんですね。そうなんです。夏はこういうのも嬉しいですね、はい、ですから鮎の塩焼きに飽きたらぜひ蒸しワイン蒸しにしてみてください、はいはい、でおソースをかけます、はい、今日はタレを使ったマヨソースでご紹介しています。では材料をご覧ください。鮎は4尾使いました。塩小さじ1杯、胡椒少々で下味をしておきます。玉ねぎ1個は薄切りにします。人参1分の1本はピーラーなどで薄切りにしました。セロリ1本は斜め薄切りにしています。ニンニク1かけみじん切りにしたものをオリーブオイル大さじ1杯で炒めていって香りを立てました。白ワイン1カップです。スープの素少々溶いたものが1/2カップ、タデが、ソースがタデが4茎から5茎、マヨネーズ1/3カップ、塩コショウ少々、レモン汁が大さじ1杯です。鮎のワイン蒸しタデマヨソースでご紹介しました。今日ご紹介した料理の詳しい作り方は3分クッキングのテキスト6月号に載っています。お得な年間購読の申し込みはご覧のポシュレまでどうぞ。あの頃もし日本に骨髄バンクがあり、あなたのドナー登録があったなら、きっと僕らは46歳の夏目雅子さんに会えたに違いない。骨髄バンクにお電話ください。明日はこの時期に嬉しいさっぱりとした一品、豚肉とナスの梅醤油炒めです。梅の酸味と青じそが爽やかに香ります。